シンガロクはい、あちらサイドスナビッシュベイビーズスナビッシュベイビーズ、はい、ちなみにこの後はジャマイホー VS 明日が来る明日が来る1ですね、多分これもいい音が期待できるじゃないですか。はい、こちらメタボリックシンガロクそして、はい、スナビッシュベイビーズお揃いということで DJ の準備の方はありがとうございます。では行きましょう。メタボリックシンガロク VS スナビッシュベイビーズバトルスタート。You have got to
ス明日が来る、その後続いてアップユー VS オチェルト直樹、最後にオンライオンテフギー VS 大麦大若丸です。そうね、時間の方があれなのでお早い準備のご協力お願いします。ありがとうございます。決まったということなので、それでは行きましょう。メタモリック震度 6VS つまみしベイビーズ、勝ったのはどっち。 3,2,1 ジャッジ。代表者1名による45秒のワンムーブ、はい、いいですね。熱いバトル飛んでいていいですね。皆さんこれ終わった後打ち上げられますよ。 DJ アンディ準備のように言いますけど、打ち上げありますんで、3時間飲み放題、随所にね。そうですね、随所に案内していきましょう。はい、もうこのイベント超えたみんなにとっては3時間でも一瞬かもしれないですけど、飲み放題あるんで。そうですね、よろしくお願いします。DJ アンデーのミックスも1000円で50曲入ってるのが売ってます、はい、キャッシュ。やばい、yeah. はい、ありがとうございます。それでは延長戦いきましょう。メタボリック震度 6VS スナビッシュベイビーズバトルスタート。軍人教は世界侍教なり、侍とは使える人のことなり、侍は誰に使えるか、神に使えるなり、天に使うくない、侍の心は死ない、人は終われない、侍、我が心を己が心とせよ。さあ先行、スカミッシュベイビーズ。ランプスタマイク、ライクスタマイク、僕も自分のこと課題評価してたみたいなと思うので、
6時間以内で受けようと思います。今日一の相談したいですね、二人は。今日一ですね。もう一回連絡なんですけど、2部の1番から3番のチームは残り、まあ、これ含めて 1,2,3,4 試合終わった後にもうすぐ集合してもらう感じの方がいいですよ。 OK です。まあ、決まりました。じゃあ岩本さん、はい、選手のどちらなんでしょうか。メタボリック進度6、バーサス津波市ベイビーズ、延長戦選手のどちら。 3,2,1 ジャッジ。お願いいたします。いい勝負でした。